というのが実はですね、僕たちこの音楽会をNHK の人と子供のための音楽会をやった時はもっと短い音楽会にして、子供さんたちは、皆さんはあんまり長いと嫌でしょう、で短くやったんですけども、いや計画してる間にだんだんいろんなアイデアが出てきまして、今日はね、本当の普通の大人の人が行く音楽会と同じ長さになっちゃったんです。ですからもしそれ で僕はだから喋るのちょっと少なくしますけど、ちょっとね、せっかくこの運命っていうんだよね、だけど運命っていうのは外国では運命って言いませんよね。タイトルついてないですよね、日本だけなんじゃないですか、そうでしょ、日本だけなんだと思うんだ。だけどね、なんで運命かというと、運命が戸を叩くかな、それがダダダダーンなんです、今のが。もう一回やって、ちょっと聞いてください、もう一回やりますから、同じこと ということで、ダダダが3つありましたよね、がダーンと長かった、また次はダダダダーン長かったですよね。これを3つと1つ、要するに4つの音、戸を叩くのがドンダンダンダンとくるんですけど、そのダーン行くまでに3つあるわけです。それをね、このベートーベンというのはもう何百回と使ってるわけ、この曲の中に。それがだから細かい家を作るそのレンガというかちっちゃい材料にして、それを組み立ててて、この巨大な音楽を作ってると。その例を今ちょっとやってみます、どうなってるか。今はそのためにね、聞いてもらうためにちょっとゆっくりやってもらいますから、その前にね、そうだ、一つもう一つ、ちょっとオーケストラ初めて今日来たって人いる？いるよね、ちょっと手挙げて。あ、いた、お母さんに行けって言われて来たの自分で、まあ来たいと思って来たと思うけども、その人のためにね、ここに座ってる人たちが、ちょっとファーストバイオリンの人、ちょっとこうバッキー上げてみてください。これが第一バイオリンっていうのね、第二バイオリンちょっと上げてみてください。はい、それから今度はビオラ、それからチェロ、それから向こうにいるのがコントラバス、見えるでしょ、大きいの。あのチェロとコントラバスはでかいから分かるけど、僕が今言った1番バイオリンと2番バイオリンって同じ楽器なの、役目がちょっと違うけど。ところがビオラはね、ちょっと大きいんですよ。それをちょっと見てください、堀さんと棚村さん、ちょっとこれカメラの人、これちゃんとやってもらうと嬉しいんだけど、このくらい違う、違い分かります、遠くて見えない、大丈夫、このくらい違うんだけどね、音はだいぶ違うんです、あの人相も違うけど今からね、なぜそれやったかというと、今からこのゆっくり、今ダダダダンダダダダンやった、この次にどうなっていくかをね、スローモーションでやりますから、で僕が言いますから、最初に第二番に出ます、ちょっとゆっくりやつやってください。今ダダダダンダダダダンが終わったのよ、この次よ、ビオラ、ファーストバイオリン、またセカンドバイオリン、2番ビオラがファーストバイオリン、また1番バイオリン、ビオラ、セカンドバイオリン、これみんなでやります。これが早くやります、今度はね、早くやるんです。で後で聞くときに、だから忙しいんだけど聞いてみてください、たくさん出てきます。例えばコントラバスがダダダダンとかね、それからフィナーレになると2人のダダダダンダダダダンダダダダンってこういうふうになってきたりするんですよ。まあこの家建てた後にレンガがどう入ってるかって見る見ない大変なんですけど、まあ思ってみてください。その一つの例としまして、この全楽章、1楽章2楽章3楽章4楽章あるんだけど、みんなその題材があるんだけど、三楽章にこういうもっとあからさまにダダダダーダダダダーって出てきますから、それやってください。三楽章です、これは、19章です。みんなでやります、これみんな、
今あそこでダッダッダッダンって勇ましく出てきたお兄さんたちは、あの楽器はフレンチホーンって言うんです。あのこうぐるぐる回ってんのね。ちょっと見せてください。あれぐるぐる回ってて、なんで回ってるか知らないんだけど、長いからきっと丸めたんだと思うんですけど、そうですよね。長さが随分あるんですよね。それ何メートルぐらいあるんでしたっけ。何メートル。 3.5メートル。 3.5 メートルだと長いのを回ってるとダメだからってきっと丸めたんだと思うんですけど、それそうか、馬に乗って狩りに行くときに後ろにいる人に聞こえるようにこうやってラッパの口を後ろに向けたっていう説もあるんですけど、僕はあんまり知らないや。それではですね、これで説明終わりまして、1楽章、2楽章、3楽章、4楽章で、3楽章と4楽章がつながってるってとこもあるんですよ。それお願いします。これから全部演奏いたします。これは何。Thank you.
Thank you.